はい、皆さんこんにちは。 BT オプション顧客サポート部のナンシーです。今日は大丈夫かな。今ちょっと余裕ができて、いつも化粧その前にしてないんですけど、ちょっと化粧しました、ちょっとだけ。はい、ということで本日はですね、 NG のカットの NG じゃなくて NG です。 NG、 はい、NG について取引手法をちょっと提供したいと思うんですけども、これ2日前にもライブ放送 NG の動画、また後ほど YouTube 上げた時にこの辺クリックしたらしっかり NG のその動画を、以前のものを見れるようにしておきます。で、この NG なんですけども、手法とてもシンプルで、今日もナンシー、実はこのナンシーがですよ、3回、はい、3回で決着つけたんですよ。今日の利益5万ぐらいだったかな。もうこの3回ちゃんとしっかり勝てて、購入額ちょっと上げてやって、ちょっと目標があるので、それに向けて今日 NG で取引したつもりだったんですけど、ちょっとあれちょっと逆かなとかいうところもあったんですけども、はい、とりあえず NG 結構何しちょっとハマってて、これいけるかなと思って、はい、調べています。 いろいろなんかこう分析みたいなしてるんですけども、はい、ということで、ですね、今回はその NG 手法に合わせて足してボリンジャーと RSI、 基本的に今までのその NG ってことは、まあなんか転換の時に取引をする方法ですよね。ちょっと後ほど説明するんですけども、 NG は転換ってことなので、まあボリンジャーと RSI を組み合わせた、まあ、順張りでも逆張りではならないので、まあ、順張りでも利用できる RSI とボリンジャーちょっと使っていこうと思います。で、まずはですね、まあチャットのちょっと機能説明したいんですけども、これ今これ表示させてるやつ、もしナンシーがちょっとこれ質問したいなとかいう内容、今回のこの特にこのライブ放送の中での内容でちょっと気になるなっていうポイントあれば、ここに、はい、入力してください。大丈夫かな、ちゃんと放送されてるかな、なんか怖くなってきた。やってるつもりなんだけども、はい、ということで、ここにチャット入れてあるので、ここのゲストというところ消去して、自分のお名前、ハンドル名とか入れていただければ、なんか何々さんみたいな感じで返せるので、ぜひ名前も入れてみてください、しっかり。はい、ということで、はい、以上です。ちょっと何しちょっと入力してみますね。ちょっと大丈夫かなって入れよう。これちょっと今見ている方は多分理解できるって思うんですけども、ちょっとテストで入れてみます。あ、大丈夫だな、はい、ちゃんと入ってそうなので、はい、では進んでいきます。で、このチャットぜひ機能を使ってみてください、質問とかあるときは。はい、で、今回NG 説明で前回もちょっと説明したんですけども、水平線、必ず今回は水平線を選択していきます。なので水平線使っていくので、水平線ペイントブラシマークを選択して水平線を選択します。で、これなんし知らなかったんですよ、とんでもない。はい、あるトレーダーさんの方が、ありがとうございます、あるトレーダーさんの方が、なんしこの水平線って見にくかったら色とか変えれるんだよみたいな、あ、エミリーさんありがとうございます見れてるよって、はい、ありがとうございます。で、この水平線実はですね、エディットして色とか変えれるんですよ。しかしこれ、なんしまたシステム部にちょっとみたいな感じで言ったんですけども、これクリックするときに、水平線ってなんか右クリックだったかな、右クリックをするとエディットっていうなんかこう表示が出てくるんですね。これまた次回説明しようかな。エディットっていう文字が出てきて、そうなんですよ、あれ8時だよ、あ、放送してるけどあれ見れてない方もいるから、ちょっとそのまま行きます。はい、で、見れてるよね、見れてるよって言ってる人いるんで、多分見れてると思います。で、このエディットを押すと、エディットの部分が出てきて、なんかこう水平線の色とか選択できるようになってるんですよ。なんしこれ知らなくて、そうなんです。で、このクリックでもちょっとしづらい時で、反応しにくい時あるので、もう何しはダダダダみたいな感じですごい押すことがあります。はい、ということで、水平線の引き方は基本的にこうよくタッチするなというところ、ボディの上か、または足のところの上でもよくタッチするなっていう2ポイント以上のところに必ず引いて、こう線を引いてください。水平線結構
なんか男子難しいんだよね水平線っていうあのお言葉結構いただくんですけども、それもまた後ほどこのあたりでクリックしたらあの水平線のちょっとあの取引結果というあの以前の YouTube で上げているあの内容あるので、それ見てちょっと勉強してみてください。はい、では今回の NG なんですけども、あれなんかこれ汚いな、はみ出しちゃってるけど、NG どういう時にこうあるかっていうと、これはサポートか、ちょっとずれてはいるんですけども、ここなんですよ水平線って。でもよくタッチするなっていうところに何しここ引いてて、ここはみ出しのところ、まあここも引けるんじゃないのって言ったらそうはそうなんですけども、何しは1分取引で本当にこの辺りで取引するので、この辺り一番最新のよくタッチするなっていうところに線を引きました。でここをブレイクしますよね、サポートを抜けて、で下がってきて、はい、あこれ逆だ、これ間違ってる、ナンシーこれ無視してください、すいません、これダメですよ、これはダメなんです。なぜかというと、ナンシーこれ間違いっていうのは、サポート、これがサポートの場合は逆にそこを抜けて一旦上がってからローっていう購入方法になりますね。これナンシーの好き勝手な取引方法、なんとなくナンシー取引方法です、だからダメです。こういう風に取引される方もいるみたいです。実際にこう抜けてまたタッチしてリバウンドでまたこう突き上がっていくっていう、これで取引買ったんですけどね。まあいろいろ NG はなんか方法があるみたいなんですけど、今回はこれじゃないです、これです。はい、これはちゃんと説明しています。ここを、基本的に一番最近のこの辺りの取引を見ると、ここがレジスタンスになってます。ここでこう抵抗っていうのかな、はい、されてて、ここからは抜けささないよみたいな感じの、あのレートとなってるんですね。しかしここで一旦上がって下がって、あれ上がるみたいな、ここで購入します。 N 字の2本目ができてから3本目の半分で、はいみたいな感じです。わかりますか、っていうことは N 字こうありますよね。なので1本2本で3本目のあーみたいなところで、ここでパンって購入します。で、これが基本的なそのハイ購入の時の取引方法となります。でこれもうちょっとアップで見ればこんな感じです。ちょっと長い、長い足がちょっとできてるんですけども、タンタンタンみたいな、タンタンタンみたいな、ここです。 OK ですか？はい、音はいいとして、で、これでボリンジャーと RSI を見ると、結構ナンシーが今日取引して思ってたのは、基本的にやっぱりその70、こういうハイの時は70以下、70より下の時でまだまだいけるぞみたいな時だから、70から30の間、結構多いのは結構50とかなんですよね。50から70の間で、70を超えていない方がいいです。微妙に68とかだったら購入して、あれなんか失敗したなっていうのが多かったんですよ。だからできればどちらかというと、まあ60までかな、65とかまでですね。でそれが RSI がその枠内にあって、でボリンジャーボンドなんですけども、できればこの上のシグマと下のシグマ、この間にある時が一番いいですね。あの上のシグマをタッチしててもいいんですけど、できればその内の方がいいです。でもう一つポイントで言うと、このミドルライン、こうタンタンっていう時に、このタンで戻ってきた時に、このミドルラインを超えてしまうと、抜けてしまうと案外ハイ購入しても勝てなかったんですよ。だからできればこのミドルラインに行くまでにこう上がっていった方が、あ購入みたいなタイミングとなると思います。ナンシーは今日思いました。もうちょっと調査したいんですけども、まあ今日取引してて、あこんな感じかなって思いました。で次に下降トレンド、一つ言葉を覚えました。下落とかなんか言ってたんで今日、はい、で下降トレンドなんですけども、下降トレンドの場合はこうやってあのサポートラインがありますよね。こう支えてるものをサポートラインって言うんですけど、ここから下に下がっていったらダメだよってこうレートが、はい、守られてるところ、サポートされてるところなんですけども、これ一旦ここタッチしてまたリバウンドでこう戻っていくんですけども、またサポートに戻ってきて抜けて
抜けてここで購入何し結構するんですよね実は。でもここじゃなくって一旦抜けて上下に行ってからまた上がってきてからここでローです。わかりますか？だから N 字、逆 N 字で言うとこんな感じで1本2本3本みたいな、 こういう時に、はい、取引ロー購入をします。この後ちょっと上がっていってるんですけども、基本的にここでローしとけば間に合いますよね、1分取引であれば。でも結構下降トレンド、下降のロー購入タイミングなんかちょっとなかったんですよね今日。そんなことなかったかな。あ、そんなことなかった。下降で今日は結構取引で頑張って利益になったんで、はい。で、RSI、 この場合も RSI とボリンジャーバンドを表示した時に、まあボリンジャー内にありますよね、ボリンジャー内にあって、でこれもどれぐらいだったかな、多分まあ70より下ですよねきっと、はい。なのでこの辺りで取引するのがベストだと思います。また何かナンシーこれこんな感じだよみたいな、なんかまたいろいろ皆さんが教えていただけることあったら、うん、バンバン言ってください。コメントお待ちしてます。はい、ってことで早速トレードしたいんですけども、できるかな。はい、できますね。では参りましょう。はい、ナンシーは今日ちょっと余裕がってはいるんですけども余裕じゃないかも。はい、頑張ろう。っていうことで今ので できればちょっとレンジっぽくなってるところでそろそろ抜けそうなとこがあったらベストなんですよね。これちょっとまだっぽいですね、オージードル。どちらかというと多分おそらくこれはレジスタンスの方に向いていくんかな。そんな言っちゃダメだ、何し間違ってると思われたら嫌だから。そうですね、でもこれは微妙だな、まだまだ来なさそう。 OGN、 あ、 OGN、 ふむふむ。はい、ではレジスタンス、こういうちょっと足じゃなくてヒゲ、ヒゲビョーンって伸びてるところ、ここはちょっと騙しっていうかちょっと一瞬抜けただけっていうのが可能性として高いので、できれば本当に上の方でタッチして、でも私はこの辺で取引をするので、はい、あ、また水平線反応してない。はい、ここですね、結構タッチするなって思うの。はい、それでいこう、ここでいきます。ここで、あ、嘘、サポートに来てる、もしやサポートに。はい、だからもしこうなると、もしサポート抜けて、一旦抜けてまたサポートタッチしてなんか陰線できそうだなっていう時にローをします。で逆に上に行けばもうハイにします。そんな感じです。オージエン来るかな、タイミング。あ、クリックできた。またクリックできない。はい、ちょっと待ちましょうか、とりあえず。でも待てないな、ちょっと他見ていきましょう。ユーロ王子、これもしはタイミング、これ一旦ここで、ちょっと前まではここがこの上の部分がレジスタンスだったんですよね。ここタッチしてはまた下に落ちてみたいな、でタッチして抜けました。はい、抜けました。でナンシー今自分の落書きを見てるんですけども、でここでハイなんですよね、ルールでいけば。ここで、はい、でもここで見ると結構上の方で72とか超えてるんで、タイミングじゃないですね、ここで見れば。でタッチしてここ、ここだったらでも勝ってたかな、勝ってますね。これだったらビューンに負けてますね、この場合ね。でもこのミドルラインをもう抜けてしまうとこれ購入できないんで、こういうケースはアウトなんですよ。でこれはもう抜けて、で今これがレジスタンスではなくなったからな、サポートがどこか、これがサポートになってるのかな。でも抜けたとしてもすでに落ちていってるんで購入できないですね、これは無理です。ユーロカナディアンドル、あ、これも線引いてみよう。水平線を引いて、これが、はい、いやもうちょっと下かな、あれ、なんか来た、なんか来ました。なんだろう。
れ動画待ってる。あれなぜでしょうね。動画ライブ放送できてるんですけどね。なんでだろう。なんか途中で見れなくなったりするんかな。どうにもできないですね。これ途中で参りましたね。なぜでしょう。ちょっとナンシー確認しますね。はい。しかしちょっとチャンスを待っときます。チャンスを待っときます。これはあ、新しい、これは新しいサポートができてますね、きっと。なのでこれをちょっと移動させようと思います。ちょっとエディットしようかな。いや、でこれサポートで、これを一旦脱げてまたトントントンっていけば廃購入ですね。これタイミング的には新しいサポート抜ければロー購入だ。そっか、そうだそうだ。うん、下がらなさそうですね、これは。あ、でも下がるかな。下がってくれればいいんですけど。なんしちょっと自分のライブ放送見れてるんですけどね、ここで見る限りは。なぜでしょうね。ちょっとコメント入れます。なぜでしょうね。おかしいな。なんしちょっと自分のライブ放送、ライブ放送できてますできてますね。なぜでしょう。まあ途切れ途切れになる可能性もあるんですかね。はい、では戻ります。ですね、ここを抜ければいいんですけど、抜けそうにないですね。さっきのオジエンどうなったんだろう。うわ、いい感じ。はい、ではこれサポート抜けてますよね。サポート抜けた、またさらにサポートタッチしたらローいきます。で今 RSI が38なのでまだ下がりそうですよね、多分、おそらく。はあ、38、ああタッチしてくれないかも。このまま下がるつもりか。あ、来た。でも、ああ超えたからちょっと無理だな。一旦下がって上がって、下がらなくちゃダメなんで、陰線ができなくちゃダメなんですよね、一旦。なのでこれは購入できないですね。ターンターンターン、次で陰線ができればいい感じになりますね、きっと。あれ、動画見れないみたいですね。見れてますね、見れてますね。あ、購入します。ちょっとローで購入します。45 RSI45 で、まあボリンじゃないですね。1,2,3 だったので、うん、でいつもマーチング好きなマーチング準備、はい、しました。見れたそうです。よかったです。このまま下がってくれ、上がるんじゃない、下がってくれ、下がってくれ、上がるの。ターンターンターン、そうか、上がるのか。上がりました。これミドルライン超えたらもう諦めます。なし、諦めます。え、今更下がってくるの？やだ。これ微妙だな。いやでもやめときます。うん、やめとく。ミドルラインへの行き方が相当なんか勢いがいいのでちょっとやめときます。では次、オージードル、
OG ドルでかなり抜けてますね、これすごいな。レジスタンスを抜けて今すごい上がっていってるんで、でボリンジャー内にまとまってないので、とりあえずこれが一旦レジスタンスでも抜けたもんね。そうそう、そういうことだ。だからレジスタンスを抜けてまた次レジスタンスにタッチしてきたらはいっていうことになります。はい、そういうことです。でもなかなか戻らなさそう。ちょっと他見ていきましょうか。 OG 円どうなったんだろうやっぱりさっき負けたものが気になって、いやこれはダメかな。いや、いやダメだ、やっぱりやめとこう、それはダメ。はい、でこれは、あ、これもいい感じかな。ユーロ王子水平線を引いて、うんうんうん、 OK、 This is support ですね、サポートラインで抜けました。抜けて抜けてもう一回上がってきてローですね。でも36あたりどうなんだろう。でさっきのちょっと負けた分取り戻した、はあ、一旦下がって上がってローですね。はい、一旦下がって上がってロー、まだだな。でもユーロオージーで今日勝てた試しないな、 N 字で。これってなんかあの通貨ペアとかによるんですかね。ユーロドルは勝てたんですよ、ドル円とオージードルとオージー円と。でも試しにやってみます。ワン、ツー、上がってこい上がってこい、はあ、下がるの、下がっちゃうのかい。ちょっと上がってくれたら取引できるから、ちょっと上がってよって言ったら相場聞いてくれますかね。でも33なんで、これバンドウォークしてダッダッダッと下がっていくんですかね。上がってきましたね。でも相当上がってますね、これ。逆に下がってきた時にローなんですけど、で今 RSI が43なんで、いやこれミドルラインも超えたらもうアウトですね。戻ってきそうにないですね、これもしや。はあ、息切れ。よかったかな。何し購入しちゃったけど、抜けターンターン、いやーもうなんでダメ、ターン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 でしょ。早いのかな、気が。そんなバナナ、ワン、ツー、スリーで41でしょ。んでボリンジャー内でしょ。ミドルラインを超えたらもうアウトですからね、これ。目指すミドルラインもダメだ、これ。ダメですね。ユーロ王子。今日やったけど勝った試しないな。ユーロ王子ダメか。はい、ダメ。ミドルライン抜けた、はい、アウトです嘘でしょ、今日調子良かったのに。ちょっと買いとこう、負け。資金が減るよ、ダメだよそんなしちゃ。でこれはどう、
ちょっとボリンジャーとアルサイちょっと外します。これはいやユーロ系ちょっとやめよう、 OGN に戻ろう。OGM もタイミングなさそうですね。 OG ドル、なるほど。これはレジスタンスを抜けて、でさらにここにタッチしてから廃購入になりますね。上がれば額上げで、ちょっと一回この時点でボリンジャーバンと、はい、RSI を見ます。お、え、マジ？もうちょっと買いたいかも。56でしょ、うん、買っちゃっていいですか？買います。はい、なぜ買ったか、70以下にあったし、でミドルラインタッチしてやたらとなんかこう跳ねてピョンって上がっていったんで、本当はここまで待った方がいいかもしれないんですけど、ターンターンターンみたいな。でも待てないです、ナンシーの性格上。はい、待てる性格じゃないんで申し訳ないんですけど、これで負けたらもうやめようかな今日は。ナンシー泣きベソを書いて帰ります。いや、そうはいかないわ、これ。熱くなっちゃダメなんですけど、やっぱ熱くなりますよね、これ。もうなんで？なんで数秒差？ちょっと真面目にやろう。いや、真面目にやってますよ、常に。あ、でもミドルライン超えた。もう無理。ちょっと待って、ちゃんと考えよう。ちゃんと考えます。これ、はい。これサポートでしょ、じゃあレジスタンスでしょ、で抜けました、で一旦落ちます。まだそこまで落ちてないんですよね、要は。でもこれミドルラインの下でレジスタンスあるんで、そもそもこれなんか微妙だな。うん、確かにミドルラインの下にあったらダメなんかな。誰かなんか入れてきてくれてる。何見、頑張れありがとうございます。いや頑張ろう、もうちょっとやろうかな。そしたらでも5万ですよ。はあ、もうこれなんかやばいパターン、もしや。ちょっと様子見よう。なぜかというとミドルライン下でのレジスタンスって良くないんかな、もしかしたら。このパターンって初めてですね今回。そういやだからっていうことは幅が大きいんですよね、跳ね上がった時のここの。あ、なんか入ってる。頑張れOK です頑張ります、もうちょっと頑張ります。そう、気が弱くなって金額を少なくするとこれもう完全にやばいパターンなんですよね。そうそう、そうだそうだ、マジ頑張ろう。でもなんか跳ね上がるあれもないんですよ。でも RSI55 でしょ、なんかこの辺でなんか行ったり来たりしてるんで、なんかあれですけどね。あ、来た、あ、来た来た来た、我慢できない我慢できない我慢できないけどダメこれ。うわ、抜けた抜けたわこれ。はい、良い子は真似しないでくださいっていうのは、本当のところこれ N になって、でここ抜けたらダメなんですよね。ちょっと上がってきた時に廃購入なんですよ、 NG はね。あ、でもダメ、 NG になってないもん、そもそもダメだわこれ。はあ、めっちゃドキ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 すぎる神様
ていう以外ないです。なし、RSI 下がってきた、ダメ、下がらなくちゃ。マジでもう無理だ、これ無理だ。はい、資金が減った、これ相当まずいな。よし、ちょっとしっかり考えよう、真面目にやろう。はいはいはい、でもルール通りいけばここでやめなくちゃダメですよね。でも何時ってルール通りできないし、そもそも。うん、なんか相場動いてる、あ、なんか動いてる、なんで。7時半でしょ、今日なんかあったっけな、ちょっと見てみよう、今日ってなんかありましたっけ。気になる乱視ライブ放送で気になる乱視、ちょっと遅いかな。なんか急に、なんか1分足だからあれなんですけど、急に動いてるように見えますよね。今更上がるなよみたいな。でもナンシーはもうこう来たら買っちゃいます。あ、ダメ、1分、もう行っちゃうしかないですよ、こんなこんなんで負けるんですよね。もう本当にこれでやめます。明日まだ取り戻せる額なんで、ナンシー50万目標なんで、はい、これはもうしょうがないです。で、今日なんかあったんかな。あと30秒、上がれ上がれ、上がってくれ。でもこれで購入したところで全然勝てないんですよね。負けか、これ下がるか、嫌だ。今日は5時半と9時半、あれ、まだ1時間もあるのに、なんでだろう。なんか前でなんかあれ、あ、荒くなるんかな。新規失業保険申しなんとか件数、今日は21時半から21時半ってことだから、まだ2本ではだからあと1時間ありますよね。なんでだろう、変なの。うん、うまいこと言ったけども全然嬉しくないですね。ちょっと見てみよう、今日の売買損失。そうなんですよ、今ちょっと私から依頼してるんですよ、テントレーダー。売買損失っていうのかな、なんかありますよね、あれが見れないんですよね。なんかその勝手に1日の間で計算するの。なのでシステム .pit-topia.com にアクセスしてログインをして、マイレポートに行って、そして開始日付を、例えば今日の分を見たいんで18日にして、8月18日で、終了日付も8月18日で最悪だし、評価損益今日1200円マイナスになってますさっきの5万のせいで、だから利益が今日5万ぐらい利益上げたのがもうパンになってるんですよね。だからもう一発いきたいと思います。こんなんじゃ帰れないっていう難し、ちゃんとちょっと NG やろ。でこれもう一回いくよ、これはレジスタンス抜けました、サポートにちょっとなってました、サポートを今度は抜けました、はい、ロー本当にみたいな。だって一旦上がって下がってまた下がるでしょ。ちょっと額を低めでローにしようかな。で43、はい、ローいきます本当にって感じですよね。ナンシー大丈夫かな今日。これでもし上がってこれば、これも一旦もうやめます。でも N 字でいくと、 N 字って結局こうクリクリクリってなるから、一旦レジスタンスだったものが次はサポートになって、で次はサポートになったって脳を切り替えてですね、ここでサポートになってますよね。ここでここ結構サポートされてて、でも一旦下がった、はい、1個目の NG、 一旦上がった2個目の NG、 一旦下がった3個目の NG、 ボンみたいな、ロー購入みたいなしました。頼むから今は上がってこないで、本当に
ナンシーの居場所なくなる。ダメだよそんなことしたら。でも払い戻し払い戻しするんじゃないよって感じですね。いやこれはどうかな、払い戻しかよみたいな。でもなんかこの十字路、なんていう名前でしたっけこれ、あれ忘れた、出てこない名前が。でも私は十字路って言ってるんですけど、同時だ、同時だったかな、こういう十字架みたいになってる時って結構もし陽線でなってたらこのままなんかガンと上がりそうですけどね、ちょっと怖いですね。ちょっと避けます。ちょっと他見ていきましょうか。王子園、あ王子園下がった。今サポート抜けた、一旦上がってきてもらって、あれ誰か何か入れた、え何何、20時半にユーロの発表あるよ、え嘘、えあそれでかな、あら上司に叱られる、本当にそうです、まずい、え嘘、なんかあったんだ、しかも猫パンチさんだ、ああそうなんですよ NG。 でも結局待つっていうのを鍛えられるんで、なんしちょっと慎重になった気持ちでいたんですけど、今日は暑くなりましたね、本当に暑いです、真面目に暑い。でもちょっと待ってくださいよ、これちょっと我に戻る、我っていうのかな、なんとかに戻る、これサポートでしょ、サポート抜けました、一旦抜けてますよねこれで、ここのところは私ももう気にしてないんで、サポート抜けた、一旦タッチする、ここローですよね次、あでも抜けた、だからやめようかな。でももしまた下がってきて陰線ができればローします。で RSI も41で、一応ボリンジャー内ではあるので、これどう、いや行っちゃう、あダメだ、サーバーのレートが異なるため購入できませんでした。結構変動があるからかな、でもよかった、上がってきてるから。でも41でしょ、でもボリンじゃないといえばないだけど、結構タッチしてるんでなんかちょっと怖い気もしないでもないんですけどね。てか喋ってるうちに行っちゃえ、はいやりました。あいい感じ、いい感じかな、だって RSI 39でしょ、まだ下がればいいんですけどね。ちょっとそのうちにチャットしよう、チャット楽しいですね皆さん、私だけですか楽しいの、楽しいって入れとこあーやだ、楽しくない全然、ダメだよ上がっちゃう、下がれ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 、あーダメだこれ、上がりそうですね、なんかだってボディ一瞬超えてたし怖いよ、そうそうそのまま下がってダメ、上がっちゃダメ、上がっちゃダメ、あと8秒そのままでいて頼むから、なんか私犬に喋ってるみたい、もう最悪、もう最悪だマジ、あ払い戻し、また払い戻しだ、これなんか操作されてるって思うぐらい腹立つでも腹立つっていう言葉が出るっていう時は取引しない方がいいです。あ終了で、うわ最悪、その後上がってちょうど、たまにあるんですよこれ、払い戻しになったと思いきや払い戻しゼロみたいな、なんかどうもサーバーとこうなんかちゃんとやってる時に、あこれがしっかりしたその終わりのレートですよって後で返ってくることがあるんで、ちゃんと時間を計ってですね、だからあー感じありますねこれ、はあ、気持ちが抜ける、あ違う、気持ちが抜けるじゃなくて気が抜けるかな、ああもう数秒差で負けた、でも大丈夫、気にしない気にしない、一休みってことで今日やめようかな。
なんか怪しいぞこれ。あ、ちょっとエディットしようかな。やばいね。これ、どうかな。どうなのかな。なんか入ってきた。何が入ってきた。ナンシー、やっぱり熱くなると楽しそう。そうなんですよ。熱くなったら楽しそうですか。やっぱり。もう血の気がさ騒ぐっていうんですか、日本語でふわーってなるんですよ。ホットみたいな。まずいなこれ。はい、ちょっと真剣にちょっと水飲もう。いや、またこの見られてる感が、勝ってるつもりが負けていたってあるよね。ありますあります。あ、勝ったみたいな、いいみたいな。いやー、これありますよね。本当にあります。てか、はい、で次は、はい、レジスタンスがありました。レジスタンスになりました。でもこれサポートどこだ。そう、それしっかりしなくちゃね。サポート、今のサポートってどこにあるか、今のレジスタンスってどこにあるかで、1分取り消すごい短期的なものになるんで、もう本当に何しもう早く取り消パパってやってパパって終わらせたいんで、もうこの間で見ます。それが結局ダメなんですけどね。長いスパンでできるんであれば、本当に本当に勝率上げたいってなると、やっぱり2時間ぐらい、1分足でも2時間ぐらい見れてた方がいいですね。だから今の段階、こんな感じかな。もうちょっと長めか、17時までの分ここであれば見れると、その間でこうサポートとレジスタンスの間で取引した方が、 NG で取引した方がいいと思います。あ、胸焼けが、はい。ってことで、これ抜けたかな。抜けたらいいんだけどな。てかナンシーマジで今日やばくない。いくら損失28000。今日の利益分パーでマイナス2万ですよ。明日目標50万、あと10万あるんだ。明日10万稼げれるかな。これダメだ、ミドルライン抜けてるんで。でもこれがサポートでしょ。あ、いいんだ別にそれはそれで。ロー購入なんでミドルライン抜けても逆に帰っていいかもしれないですね。なのでこれタッチしてあれしたらローみたいな、それでいきましょう。で RSI も53なんで、まだまだいきますね。5万。はい、で一旦上がってきました。下がればいいんですけど、でもなんかあれだな。ちょっと気が早いけど、やっぱり気が早いか。ローしたよね。ローした、はい。ボリンジャーない、ミドルライン抜けで、ここはサポートのつもりで上がってきたのが、ちょっと下がったっぽかった。下がったっぽかった。上がってるじゃんみたいな。これで本当にやめよう。マジで本当に、てかこういう言葉はダメだ。マジでとかそんなん言っちゃダメだ、相場に向かって。はい、本当にダメだ今日は。本当にダメですね。やばい、利が早いもいいところ。はい、ダメだ。今日のナンシーはボロ負けです。ボロ負けかな。78000でかいな。うん、でもダメだ、やめる。で明日いくらだ。明日15万。今更下がってくる、ダメだよ。今更下がってくるとか、マジで最悪。本当にやっぱ気が早いってことですね、これ完全に。
ターンターンターン、気が早いなやっぱり。なんか入ってきた。ナンシー冷静に、本当にそうですよね。本当に冷静にやろう。うん、大丈夫。明日取り戻します。で、明日気になってしょうがない。ダメダメ。よみがえろ。よみがえるっていうか。はい、ナンシー本当はこれ。ナンシーと NG ラブみたいな感じで出そうと思ったんですけど、今日はもうナンシーの気持ちが早く行き過ぎてですね、恋愛と一緒ですね、早く行き過ぎたらダメなんですよ。はい、女性なのでもうちょっと控えて、はい、頑張ろうと思います。明日こそ頑張るってことで、今日はちょっとうまくいかなかったんですけども、明日はですね、なんとなくナンシートレード、待てばでき、待てれば、なんかチャート入ってきた、なんて待てれば、待てができれば、できれば、あれなんか隣が私読めない、なんでだろう、これ画面もちょっと大きくでしたらいいんかな、あれ私だけですか、こんななんか中途半端にしか読めないの。待てができればなんかいける、稼げるかな、なんか入ってますね。そうですね、待てが必要です、ナンシーには特に。あ、なんか入ってきた、またライブでナンシー負けたの初めて見たよ。いや、そんなことない。あ、そういうことにしといてください。はい、ナンシー負けんの初めてです。今日の負けはしくしく泣いて帰ります。はい、で明日の明日はなんとなくトレードできればやりたいと思います。ちょっと何時頃になるか分かんないんですけど、何時タイムにできればやりたいんですけどね。はい、かな、夕方になるかな、うん、そのあたりはまた後ほどブログで明日アップするのでまた見てください。でなんとなくナンシートレードでまたこの NG 再挑戦したいと思います。はい、ということで Thank you very much for watching everybody。 またこんな巻き巻きナンシーを励ましの言葉またお待ちしてます。はい、ということで Thank you very much。 また明日、はい、なんとなくナンシートレード見れる方はぜひ見に来てください。明日はもうナンシーの最終50万目標頑張るのでよろしくお願いします。では Thank you very much for watching. See you and have a great night. はい、Goodbye. あれ、Bye.